皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあ、この時期やからこそ感じることがありましてね、あのね、体にね、乾きを感じます。まあ、暑いからね、汗をかいてじとじとしてるんですけども、その喉とね、目と肌にね、乾燥を感じるんです。あのエアコンをつけてるからね、そのエアコンから出る乾燥した風とかね、まあ、そんな問題じゃないかもしれません。気温の上昇によってね、その空気中の水分が気化したことによるね、まあ、蒸発したことによるね、乾燥の被害をね、受けているとね、考えております。まあ、考えられるのではなくてね、勝手にそう考えています。まあ、だからね、そんな体にはね、水分補給をせなあかんわけですよ。喉が渇いたら水を飲むし、肌が乾燥したら、まあ、ベトベトして嫌やけど、まあ、保湿クリームを塗るんです。目が乾いたらね、目薬をさします。その眼科でもらってるそのヒアルロン酸の目薬がね、まあ、大量に余ってますので、まあ、それをね、目が乾いたらさしまくってるわけなんですわ。まあ、さしまくると言ってもですね、まあ、1日1本使い切るほどはね、さしませんけども、まあ、普段はね、その1日4回か5回ぐらいなんですけどもね、まあ、この時期はね、それよりもね、まあ、多くさせてます。ただね、その放出してくれる目薬ですけども、一応は、まあ、目薬という薬なので、さしすぎは良くないよとね、病院で言われてますので、普段よりはね、 1,2 回多めにさすだけでとどめております。そのね、目薬の成分はね、まあ、先ほども言いましたけども、ヒアルロン酸なんです。ヒアルロン酸はね、体のね、人間の体のね、目と皮膚と関節、こういった関節のところにね、あの、主に多く存在します。まずはね、目なんですけどもね、その目のね、硝子体っていうところはね、あの、眼球のね、水晶体、まあ、レンズの部分のね、あの、後方、まあ、中の方の後ろの方にあってですね、その目の内側をね、埋め尽くすね、透明なね、ゼリー状のね、組織なんです。で、そのゼリー状のところにね、そのヒアルロン酸がね、めちゃくちゃ多く含まれててね、もう眼球をね、丸く保つね、役割をね、担っているんです。だから目なんてほぼほぼヒアルロン酸なんですよ。次はね、皮膚ですね。皮膚っていうのはですね、もう皮膚の表面から順番にね、表皮、真皮、皮下組織っていうね、3つの、あの、構造にね、分かれているんです。構造じゃないな、3つの層ですね、に大きく分けられます。で、そのね、表皮の下にある真皮っていうところは、上の表皮の約10倍の厚みがあって、ヒアルロン酸が多く含まれているんです。それによって、あの、肌の乾燥を防ぐ役割をしてくれてます。そして次はね、関節です。関節のね、内側のね、その関節液にもね、まあ、ヒアルロン酸が多く含まれています。なんていうんですか、膝の潤滑液とか聞いたことあるでしょう。あれもね、あの、ヒアルロン酸がほとんどなんですよ。で、潤滑液っていうぐらいなんでね、その膝の動き、まあ、関節ですね、膝だけじゃない、肘もそうですけども、その関節の動きをよくね、する役割をしてくれてます。で、そんなね、体にね、大事なヒアルロン酸なんですけどもね、その体のね、中にあるヒアルロン酸濃度っていうのがね、加齢とともにね、減少していきます。皮膚のね、あの、ヒアルロン酸の濃度の変化としてはですね、まあ、40代後半からね、減少していくことがね、報告されています。そしてね、ヒアルロン酸のすごいところがですね、たった 1g でですね、水2リットルから6リットルのね、保水力があるんですよ。で、そんなね、ヒアルロン酸っていうのはね、無色透明で、ね、匂いはありません。またね、その粘弾性物質と言われててね、あの、非常に高いね、粘り系とね、弾力性、元に戻ろうとする性質がね、あるんですよ。あのね、ヒアルロン酸のね、粘度というのはですね、粘り気っていうのはですね、その濃度やね、分子量、まあ、一つ一つのね、ヒアルロン酸のね、長さ、まあ、大きさですよね、それぞれによって異なってですね、まあ、濃度が高くて分子量が大きいヒアルロン酸っていうのはジェル状のようにドロッとしてます。で、このね、ネバネバの粘性っていうのは、この弾力がある弾性っていうのを利用して、あの、美容整形に使われたりします。これはなぜかと言いますとですね、まあ、これはヒアルロン酸の分子量に関係してきます。でも、ほんま今さっき言いました、その濃度や分子量っていうのでね、まあ、その一つ一つの、そのヒアルロン酸たちがですよ、大きさも違えば、弾力性も違うわけなんで、そういうのを利用するわけなんですよ。その分子量っていうのはですね、一粒一粒の大きさやと思っておいてください。
美容整形で使われるヒアルロン酸はね、その主にね注射でねプスって刺して肌に直接注入するのはね、まあ、今となってはね有名な話ですよね。まあ、その一粒のね大きさが大きいヒアルロン酸っていうのはですね、その人間のね皮膚の表皮真皮皮下組織のね三層構造になっているところの、真皮や皮下組織の脂肪層っていうところがまあ、あるんですけども、そのそこにヒアルロン酸を注入することで、まあ、しっかりとしたね張りをね出してくれるんです。これっていうのはですね、その一粒が大きいヒアルロン酸が体に浸透していくのに時間がかかるのを利用して人工的にしっかりとした張りを出すことができるんです。よく聞きませんか、あの効果の持続期間っていうのはヒアルロン酸の量とか種類や注射の仕方にもよりますけども、短くて3ヶ月、長くて5年ほど残ることもありますとか、まあその他にもね、効果を長期間持続させたいっていう人っていうのは定期的にヒアルロン酸注射を注入することをお勧めしますとかよく聞きますよね。その注射をしても浸透していけば、そこからヒアルロン酸は少なくなっていって、いずれは消えていくんですよ。なのでね、定期的に注入しておけば少なくなることもなく、その状態を維持することができるわけなんです。このことから考えますとね、その僕もね、眼科からもらってるヒアルロン酸の目薬をね何回も刺したくなるんですよ。しかも浸透するのにも時間がかかるんでしょ。目に浸透していくのにもね時間がかかるんですよ。それに刺してもですね、一回に一滴なので、でもそれでもほとんど目からこぼれるしね、その美容整形のようにね形を変えるものでもなくね、まあ即効性があるわけでもないので、乾くと潤うまでにねすごい時間がかかってしまいます。このようにね、美容整形ではヒアルロン酸の吸収が遅いことはメリットですけども、目に関してはね僕的にはねデメリットと感じております。でもね、これはね、その美容整形にも目薬も体の外から、まあ、効果を発揮させるパターンなんですよね。でもどうせならね、その体の内側からヒアルロン酸の効果をね発揮できたらめっちゃいいですよね。でもヒアルロン酸の分子量が大きいから体内に吸収されて、あのね、効果を発揮する前にトイレに流れてしまうんではなかろうかとね、今までの話やったらそう思ってしまいますけども、実はそうじゃないんですよ。このヒアルロン酸をね、豊富に含む食材というのはですね、各消化器官でね、消化されながらね、最終的には腸でね、腸内細菌によってね、オリゴ糖までに分解されてくれるんです。だからちっちゃくなってくれるんですよ。ほんで食べた4時間後には、血液中にたどり着いて、6時間後にはやっとお肌にたどり着いて、あの、目とかお肌がね、潤います。その、例えばね、晩ご飯とかでね、そのヒアルロン酸料理とかコラーゲン料理を食べて、食べ終わった後はまあそうでもないけど、まあ、寝て次の日の朝起きたらですね、お肌が潤ってますよね。それには食べてからお肌にまで到達するのに6時間もかかるからだったんですよ。まあ冬にねよく食べるそのコラーゲン鍋とかって知りません？僕は冬によく食べに行ったことがあったんですけども、それを食べた次の日はもう肌がプルプルでしたね。でね、そんなそのヒアルロン酸はぬるぬるネバネバ系の食材に含まれるので、まあ、動物性の食品やったら、鶏のトサカ、軟骨、手羽、あと豚の豚足、まあ、トサカやね豚足っていうのはそのビジュアルのイメージ的にはね、まあ、癖がありますけども、あのお魚やったら鮭やカレーとかね、あと魚の目ですよ、あとフカヒレとかウナギなどにね多く含まれてます。あとまあ植物性やったらね、山芋とかオクラ、納豆、もずくなどね、ネバネバした食品がね代表的です。でこれらのね食品を食べるとですね、腸から肝臓に行った後にさらに姿を変えて体内でヒアルロン酸が合成されていきます。そして体の潤いが復活するというわけなんですよ。まあ、今はねサプリメントなどでね簡単に補うことができますけども、まあ、できれば先ほど紹介したね食材をね食べてほしいですね。そのね食材から取ってもらったらですね、その食材に含まれる、まあ、他の栄養素も同時に取れますので、でそれによってそれぞれが別の場所にね働きかけてくれて、まあ、お互いにその体に吸収しやすくなりますので、食材から取ってもらうことをお勧めします。まあね、これから乾燥してくる時期のためにね、というかまあまだまだですけども、まあ今のうちからね、体の中からね、食材でケアしておけば、まあ、お肌の状態も良くなりますし、お化粧のりも良くなりますし、スキンケアの効果も上がるはずなので、ぜひやってみてください。まあ、僕はね、納豆とオクラでね、頑張ります。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。
僕は元気です。